はい、どうもみです。今日はタイトル通りお部屋を大掃除したいと思います。じゃあまたあれを行きますか。この前お部屋取った時のあの取り方で。冬バージョンです。では何があるかっていう紹介からまずやっていきたいと思います。はい、まずここですねきっとね、化粧水とキレートレモンが入り混じってるコーナーでございます。こちらはちょっと意識高めにコンペイトなんかをちょっとこの前買ってみたりしたんですけれども、このゴミの圧力にもうこちらが負けてしまってますね。カイロとかマスクとかスイーツの食べた跡がございます。次はこちらですね。編集をしてる深夜とかにキレートレモンを開けてしまったり、お菓子を食べてしまったりするんですけれども、もうここら辺ちょっとあんまちょっともう見ないでほしいですね。コンタクト使ったものがね置いてあったりとか、まああとはちょっと服の山ということになっております。ゴミはもうここはないんですよ。服を片付ければ今日はどうにかなるというご予定でございます。はい、やっていきましょう。あれ、携帯がどっか行った。この部屋になったらまずいろいろ大変なことは、まず携帯が突然なくなるっていうことやねんな。どこ行った携帯。てかもう今日一日の終わりやから、化粧取れてるし、髪の毛もさボサボサやしさ、なんといっても最近さ筋トレとかもやめてしまってめっちゃ太ってきてんな。でもこれ全部部屋の汚れが原因やと思うね。もう家帰ってきてこんなぐちゃぐちゃな部屋やったら何もする気起きひんよな。筋トレしようとも思わへんし、美意識高めようとも思わへんし、やっぱ部屋汚いのってほんまによくないわと思うねんけど、てかそもそもそのキレートレモンをアマゾンで定期購入したら安いから、定期購入するのようになってん、1ヶ月に1回。ほんじゃなんか、まあ、いっぱい箱で買ってきてるし、いいやと思って。それでね、めっちゃ爆飲みしちゃうねんな。3日分ぐらいやですね。ははは、じゃないよな。Shiny to the ceiling with a little funky soul. Light it up like dynamite. マジ汚いな、この部屋。やばすぎん？けど多分な、こんなんなってんの、マミだけじゃないって思うねんけど、どう？ごめん、いつも視聴者さん巻き込んで問いかけすぎじゃない。あったちょ、この前探してたモアリップが見つかった。モアリップ最近買ったのにどっか行ったなと思ってて、掃除した時に見つかったものちょっと使っちゃうなとかあるよな。こんだけ服さ、いろいろあるように見えても案外服ってないよな。なんか最近ほんまにな、なんかむしゃくしゃすんなと思ってて、やっぱそれは部屋が汚いせいでした。自分来年からさ一人暮らししようって決めてんねんけどさ、やばいかな、一人暮らしし始めたらもっと汚くなるかな。ケロケロマスミさんみたいになっちゃうかな。ケロマス姉さんの部屋も結構やばいよな。すいません、汚いみたいなところでちょっと名前をお出ししてすいませんでした。けども私ケロマスさんのこと自分のお姉さんやと思ってるんで、いろんな面でなんか似てるとこがあって、ケロケロマスミさんお部屋って調べてみてください。めちゃ汚いと思います言われへん。なんか髪の毛が長すぎたら自分で似合ってないなと思ってて、これよりちょっと短いぐらいがちょうどいいなと思ってまた切りに行こうと思ってるんやけど、なんか高校生の時とかはもともとテンパ癖もあって結構髪の毛がくるくるしてんねんか。だからさ、なんか雨の日とかになったら髪の毛が結構爆発すんねん。ほんじゃさ、ある日、まあ、雨の日に学校行ったら、まず担任の先生に、お前ハグリッドみたいな髪の毛してんなみたいな感じで言われてクラスの子たちがすっごい笑っててんけど、自分ハリーポッター知らんかったから、で家帰って調べてみたら、もう自分バケモンやんみたいな、バケモンみたいな大男やんって。先生失礼すぎやろマジ。じゃあついでにさ、最近買った服紹介していい？この全部トータルで買ってんけど、何やったかな、いつも分からなくてね、センターオブジアースじゃない、センスオブプレイス、センスオブプレイスや。アーバンリサーチと同じ系統のセンスオブプレイスってこのやつなんですけど、可愛いね、このコート。自分こういう、なんやろ、女の子らしいコートっていうのを持ってなくて、これに白マフラー巻いたらちょっと女の子らしいかなと思って、はい、そんな感じでございます。
あとはね、この帽子でございます。これはちょっと最近買ったとかじゃないねんけど、私結構バイト先行くときに、バイトしてるとき帽子かぶってるからもう何でもいいやと思っちゃって、もう遅刻しそうなときはもう髪の毛も何も知らんくて、だからいつも起きたての髪の毛でこれかぶっていくっていう。京都で買いました。ちょっと値段も忘れちゃったけど、これ結構お気に入りで冬は使ってます。このもこもこをかぶったら私です。私ね、ほんまに YouTube やっててよかったなって思うわ。人にちょっとでも見られてるっていう意識があるから、家に上がってもらってるみたいな気持ちがあるから、また YouTube 撮るときちょっとでも綺麗にしとかなと思ってゴミとか片付けるようになったんですよ。なんかそういう意味では、まあ、あの部屋を掃除する機会を与えていただいてありがとうございます。人ってやっぱ全部スッキリさせるんじゃなくて、ちょっと名残を残しといた方がやっぱやる気になるって言うやんか。燃え尽き症候群にならなくて済むから、これぐらいがちょうどいいかなと思います。見てこれ、部屋も頭もスッキリする片付けのって書いてるけど、全然何も役に立ってない。そして部屋を掃除した結果出てきた、612円となぜかアメリカドル。ではバイバーイ。